サンスポットサンスポットは、サンマイクロシステムズが開発した IEE802.15-4 に準拠した無線センサーネットワークデバイスである。他の無線センサーデバイスと異なり、サンスポットは組み込み向けの Java 仮想マシンスカック上で動作している。このデバイスは手のひらにちょうどフィットする大きさをしている。サンスポットは、プロセッサーボードとオプションのセンサーボードから構成されている。 サンスポットは IEE802.154 に準拠したネットワーク機能を有している。サンスポットは J2ME のスッカックバーチャルマシンを搭載し OS なしにプロセッサで直接実行する。スッカック VM とサンスポットのソースコードはどちらもオープンソースになっている。ネットビーンズのような標準的な Java IDE を使用してアプリケーションを作成する。 セレリアムというアプリケーションを通してデバイスの管理や開発を行う。新品デフォルトではセンサネットワーク機能はなく関連プログラムを書き込みする必要がある。2008年4月時点では説明書は英文のみ。最初の制限付のサンスポット開発キットは数ヶ月遅れて2007年4月2日にリリースされた。この入門キットは2つのサンスポット デモセンサーボードと一つのサンスポットベースステーションとソフトウェア開発キットが含まれていた。このソフトウェアは Windows XP Mac OS 10 V10.4 そして多くの Linux Distribution で動作する。プロジェクト、ハードウェア、OS、Java 仮想マシン、ドライバアプリケーションはオープンソースとして入手できる。ありがとうございます。